牛久選手の試合前インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずオフィシャルから質問です。大会まであと2日となりました。現在の心境を教えていただけますか？そうですね、すごく楽しみですね、はい。その楽しみというのは、こう海外に行ってやはりこう遠征を重ねて、そういった姿、成長を見せられる、そういった楽しみということでしょうか？そうですね、それも含めて本当作ってきたものがあるんで、まあ、それを早く、まあ、出したい、見せたいっていう気持ちもあります、ね、今回の試合に向けて強化した部分だったり、新たに取り組んだものだったり、そういうのを教えていただける範囲で教えていただけますか？そうですね、まあ、もともと僕が持ってるものがあって、それがまあ一つ一つこうなんか繋がってない部分があって、まあ、それが向こう行って動きが総合としてすごく繋がったなっていうのを実感してますね、はい。ではこう MMA というのが全体的にこうつながったというような、そういったイメージですか？そうですね、はい。ありがとうございます。それでは改めてになりますが、今回の対戦相手の印象というのを教えてください。そうですね、すごくこうリーチがあって打撃がすごく上手な選手ですね、はい。では今回ご自身ではどんな試合の展開になるとイメージしているか教えてください。そうですね、まあ萩原選手もディフェンス力も組に対するディフェンス力もこの期間ですごく成長していると思うんで、まあ、お互い、まあ、僕も成長しているんで、すごく面白い試合になるんじゃないかなと思ってます、はい。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。それでは、事前に申請いただいておりました、オリコンニュースさんからお願いいたします。戦績的に見ますとですね、牛久選手現在2連敗中ということになるんですけども、そこに対するこう焦りとかそういった部分というのは気持ちとしてはいかがでしょうか？焦り、まあ、もちろん良くないことですけど、まあ、この試合はこの試合なんで、まあ、それは関係ないんで、しっかりとこの試合に集中して自分のやるべきことをやるっていうだけですね、はい。今回フェザー級の試合が大会の中でたくさん組まれていらっしゃいますけれども、はい、何か気になる試合とか注目しているものっていうのはありますでしょうか？そうですね、横山選手と真島選手の試合、あとは中原選手と、白川選手の試合ですかね、はい。また自分の試合以外もそこはちょっとチェックしておきたい。それは今後の対戦とかそういったところも含めてっていうことなんでしょうか？まあ、そうですね、対戦も、まあ、応援もいろいろ含めて、はい、楽しみにしてます、はい。横山選手はやっぱ交流があるというところでちょっと応援っていう気持ちはあ、もちろんありますね、はい。ご自身が、まあ、保持されていたベルト、フェザー級のベルトなんですけど、まあ、次々とこう持ち主が今変わっていってる状況ではあるんですけれども、この目まぐるしい動きっていうのはご自身と元チャンピオンとしてはどのようにご覧になってらっしゃいますか？いやでもすごくこう面白いな、こうフェザー級がこう なんていうんですかね、こう、まあ、いろいろなんて、まあ、予想外のことがいろいろ起きて、まあ、すごくこう面白いなと思いますね、純粋に、はい。客観的にご覧になって？そうですね、はい。その中でももちろんこうもう一度自分がベルトを腰に巻くという思いも持たれていると思うんですけども、はい、なんつうのこう自分としていつ頃またとかそういう目標みたいなのはあるんでしょうか？まあ、もちろん目標はありますけど、まあ、この試合が大事なんで、うん、まあ、この試合がないと先もないんで、だからもう本当、まあ、本当に今の試合に集中してるって感じですか？今回から ATT 所属ということで T シャツにもロゴが書いてらっしゃるかと思うんですけども、はい、セコンドに堀口恭司選手が疲れるということなんですかね、はい。あ、そうです、はい。でその上でさらにこう今まで疲れていた横田コーチも一緒に着きますね、はい。昨日のこうなんかライジンの番組でいろいろとそこが話題になってたのをご覧になりました？あ、ちょっと、はい、見ましたねその辺ちょっとファンもこう、はい、気になっている部分もあるかと思うんですけど、そのセコンド陣のチームワークというか連携的な部分というのは今のところいかがですか？まあ大丈夫じゃないですかね、まあ、結局、まあ、僕自身、まあ、そうですね、まあ、大丈夫ですありがとうございます。ありがとうございます。それでは続いて東京ヘッドラインの元井先生、よろしくお願いします。お願いします。まあ、ちょっと、まあ、先ほどの質問で一つ気になったのはフェザー級でいろいろ予想外のことが起こっているっていう、予想外のことっていうのはどの辺のことですか？まあ、予想外というか、まあ、いろいろこう、なんていうんですかね、
まあ、面白い展開になってるなっていう、まあ、感じですか、はい、それは自分が予想していた勝敗とちょっと別の勝敗が出ててっていうことですか。もう、まあ、それも含めてそうですね、まあ、いろいろとこう本当面白いなって感じです。あとアメリカで練習するようになって海外との距離っていうのを多分感じたこともあるのかなと思うんですが、自分の中で、まあ、その距離感って何か感じるところありますか。海外との距離っていうといわゆる実力というかテクニック技術的な面とかそういうものにおける、あ、そっちの距離。そうです。そうですね、でもその中でこう僕距離っていうか、まあ、僕の中で通用するものがあったり、まあ、ここが足りないなっていうのが、まあ、強い選手とスパーすると明確に分かるんで、まあ、それはすごく収穫だなと思ってます、はい、それは行く前に考えていたものと行って実際にやってみて の差はどういう感じで大きかったのか小さかったのか。いや、そんなに大きくは感じないですね、はい、ということはこれから頑張っていけば十分手が届くなっていう。そうですね、はい、ということは、まあ、今までさっきほどからこの試合に勝たないと先がないとおっしゃってるのは自分承知の上で、今後はやっぱりここで勝っていってライジンでまた王座を取り海外にもみたいな意欲があると。そうですね、まあ、その意欲がないんだったらやる意味はないと思ってるので、はい、もちろんありますね、はい、それは近い将来。はい、そうですね。ありがとうございます。本格的な強さです。お願いします。お願いします。今回その打撃の部分でいうと堀内選手がそのセコンドで作ってことで、古川会長はどうなりますか。古川会長もアドバイスもらいますね、うん、はい、ということでセコンドでは今回つかない。あ、いや、つきます、ね、つくんですね。横田さん、古川会長、つきます、ね、その3人でということですね、はい、じゃあその中でこう、なんだろう、役割分担というか、そのセコンドのアドバイスの調整というのはできている。できてますね。まあアメリカで作ってきたものを知ってるのはやっぱり堀口さんなんで、うん、まあ、そこが、まあ、軸になるかなと思ってますね、はい、まあ、そこが軸になります。はい、はい、そうそう、アメリカではできないかウェレスリングが随分やり込んできてると思います、はい、それでこの試合に限ってはリングになるので、それは今回の萩原戦に関しては、牛久選手にとってはどういうふうに感じてますか。そのリングか刑事か。そうです。そうです、まあ、リング、まあ、そこはでもあんまり、まあ、気にしてはないです、はい、テクダックがしやすい、あるいは相手が立ちにくいということに関しては。そうですね、まあ、こうお互いにとってこう、うん、なんていうんですかね、まあ、いい面もあれば悪い面もあるんで、まあ、それも含めて特には気にしてないですか、はい、萩原選手はこの間の体を温泉を見る限りそのテイクダウンを切って切ってそして打撃でという形になると思います、はい、その打撃に関しについては、どのように感じていますか。あ、すごく打撃もいいものを持っているなっていうのは本当に感じてます、ね、はい、そのいいものを持っているものに対して対してどのように戦います。もう本当こう自分の動きするだけですね。もうもちろんそこも警戒してますけど、はい、ありがとうございます。それでは続いて、Zoom で参加しておりますeファイトさん、お願いできますでしょうか。はい、ファイトの安藤と申します。よろしくお願いします。お願いします。すみません、1点だけよろしくお願いします。先ほど発言の中でその萩原選手のその組み能力がその顎の線から上がっているっていうところでご自身今回の試合が面白くなるだろうっていうような表現されましたけど、はい、こちら、解釈として苦戦する場面もある一進一退の攻防になるっていうような予想も立てられてますか。まあ、いろんなシチュエーションは考えて練習してきてますね、はい、でそれはもう全てその想定、まあ、作戦も含めて先ほどまあ、今回セコンドもちょっと変わっていきますけどそのことも含めて言葉にしてというか、まあ、相談し合いながらとかいう感じで作戦も練っているというような状況ですか。そうですね、はい、本当その通りです。わかりました、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。